今日はですね、ピックアップの高さの調節、そしてどうしてピックアップの高さが大事かということを説明しましょう。まずですね、今見ていただいたようにピックアップが結構高めなんですね、フロントが。で、今ですね、フロントのピックアップがだいたい、そうですね、ポールピースから弦まで多分1ミリ2ミリっていうか本当に近づけてるんですね。で、問題点はこの音の違いが分からなかったら全く分からないので、また、意外に大きな音で演奏されたり小さな音でするとこれまた分かりにくいんですね。だいたい大丈夫だなと思うのと、別に気にならなかったら気にならないん で今、弾いてみましょう。ちょっと音でかいですけども、で、ここでこの音ですね、なんとかサスペンしてるんですけども、ちょっと落ちるんですよね。まあなんとかなってますけどね。で、これを、今から低くします。どれぐらい低くするか、フロント側ですね、喋り持ってやってる、大体僕感覚でやってるので、マグネットから、6弦が大体6ミリぐらい、6ミリかもっと、間開けますね。ちょっとね、分かりやすく。で、今のでですね、見ていただくたら分かるように、ちょっと分かりにくいですかね。フロントの方が今ね、ミドルとリアは、そのままなん で普通は全部のピックアップが、高いとですね、もっと音が伸びないんですね。なので正しい調節はこんな感じですね、ちょっと低い目。そして、こちらですね、はい、こんな感じでもうすでに、ミドルとフロント、ね、低音側かなり低いでしょ。で、リアもまあまあ、まあリアはちょっと高めに今してあるんですけども、で、これが安い、結構安いギターでですね、スクワイアですね。で、これでちょっと音量が分かりにくいけど、サステインがかなり声伸びるんですね。たださっきよりも音量がやっぱりちょっと欠けるので、ただこの辺りからお分かりになると思うんですけども、さっきこれをやったらよかったですね。こういうこんな感じで、ちょっと試しにですね、ご自身でやってもらうのが一番いいと思いますね。なので今のようにやっぱりこっから見てもですね、やっぱりポールピースがだいたい5、6ミリですね。そして、高音側の方が1、2ミリ高いって感じですね。なので基本的に低音側を下げて高音はほんの少し上げる感じ でそうすると音程がマグネット、要するに磁石の、プルがなくなるのでかなり、音が伸びます。そして音がダイナミックスも出しやすいので、だから安いギターでもこれでかなり音が良くなります。反対に高いギターでもですね、こういうなんていうの、こんな感じでね、ピックアップの高さの調節だけでかなり変わるんですね。反対に
高いギターで意外にこの調節がどこかで誰かがむちゃくちゃやったのか、かなり、ピックアップの高さが強すぎてですね、あまり良くない、そういう状況も多いので、ご自身のギターをですね、もう一度僕の TFGL No.3、他のねギターのパーツのこの調節の仕方、それを学んでですね、もっといい感じのサウンドでできると思うので、皆さんも楽しんでやりましょう。だからこのギターでもダイナミックスが、それではまた次回まで。